はい。始まりました。ね。はい。始まりました。ダ、え、ブ、ー、ドリーライブボリューム6です。よろしくお願いいたします。はい。ということで、急遽、えー、今回企画をさせていただいてですね、えー、福島ファイヤーボンズヘッドコーチの森山ヘッドコーチに来ていただきました。森山さん、よろしくお願いいたします。あ、出てきてきす森山さん。 <laughs> こんにちははいいいよよろろししししくくおお願願まますえー、本日なんですけれども、えーはい、福島ファイヤーボンズさんですね現在、えー、東地区にということで B2 の好調、えー、の理由を深掘りしていこうという企画なんですけれどもまず、はい、これを言わなくてはいけないんですけれども。 えー、シーズン開幕してちょっとした10月頃ですかね。11月だったかな、あれは。えー、藤堂、えー、俊介さん、エルピスチャンネルの元アースクリルネス東京 Z のヘッドコーチですね。はい、と、まあ一緒に僕も東堂宮本バスケートークとか、こちらのチャンネルでもやってますし、えー、エルピスチャンネルの方にも出させてもらったりとかしてるんですけども、そちらで B2 予想をさせていただきまして、はい、えー、藤堂さんと、えー、ダブドリのなんとかとかいうメガネかけたやつがですね、なんと福島ファイアボンサーを東地区5位に予想したと。

こう理想と掲げていたものが一つずつこうしっかりパズルのピースが組み合わせていくような形で今シーズン本当にまあ躍進と言っていいシーズンなのかなと言いますしまあ首位 FE がちょっとなかなか抜けてるのでそここれからまあ直接対決を落とせないとかっていうところの争いになっていきますしまあカイトのねえ試合もしっかりと勝っていくっていうことで1位も狙えるんじゃないかなというところに来ておりますので今回は えー、福島ファイヤーボンズを深掘りしていこうという企画を立てさせていただきましたので、よろしくお願いいたします。いますはい、その前にちょっと、えー、告知なんですけれども、えー、ダブドリなんですけれども、2月16日に、えー、ダブドリボリューム13発売になりますので、えー、そちらぜひに取っていただければ嬉しいなと思います。そして福島さんなんですけれども、B リーグの方で、えー、バレンタインデー企画というのが。 えー、ございまして、福島のツイッターさんの方で毎年、あ<ー>あ,あれリリースがちょっとじゃあ、次の、あれですね、えーとまあ、バレンタイン企画、えー、で、山内選手が、えー、バレンタインの代表として、えー、登場しますので、ぜひ、ご投票の方よろしくお願いいたしますということで。すか <laughs> 森山さん出れることあるんですか<ー>ヘッドコーチはあるんですかああ、山内でした。<laughs> はい。じゃあ、<laughs> ダブルドリードの方でヘッドコーチ、いやいや、大丈夫です。大丈夫です。と <laughs>、はいう <laughs> ことで、ごめんなさい、今、それで福島さんのツイッターをチェックしたところですね。はいあ。そうなんですね。えっ、ー、と、1月29日、3日、明日あさってですね、えー、香川ファイブアローズ戦の開催中止が決定いたしましたということで、はい、えー。詳細の方は、まあ、皆さん、あのー、残念ですね、ちょっとこれは。まあ、でも、今、 えーとお昼ぐらいからかな、他チームも結構コロナが感染で、まあ、濃厚接触みたいな話が出てきているので、えー、そのへ、えー、まあ仕方ないのかなっていうことと、まあ、僕らもファンブースターの方も気をつけていきましょうというところが、まあ、大事なところかなということですけれども、まあ、本当に体調の方選手も森山さんも含めて。 はい、気をつけけけいいただれればと思いますけれどき、えー、今日ちょっと香川戦の話、じゃあ聞いていきたいなと思ってたんですけれども、はい、流れてしまったから逆に聞けますね、これ、むしろ。全ます <laughs> どういう、ど <laughs> ういう準備してたのか、ちょっとファンの方、残念ですけれども、ちょっと僕、頑張って聞いていきますし、はい、コメント拾っていきますので、逆にこの土日。 あの福島ファイヤーボンスーのファンブースターの方が楽しめるような、アーカイブ見直しても楽しめるようなコンテンツに、えー、ここからちょっと急き切り替えるように頑張ろうと思いますので、よろしくお願いします。ということで、森山さん、ちょっといろいろ伺っていきたいなと思うんですけれども、はい、まずちょっとじゃあ前半戦、えー、簡単に総評と言いますか、えー、手応えの方とか、そうですね。まあ メンバーも大きく入れ替わって、えーまあ、スタッフも増やしてっていう、もう本当にちょっとあのクラブとしても B1 に行くっていう、こう、明確に、あのー、伝えてスタートしたあーシーズンなので、まあ、当初はね、やっぱりどうしても、あのー、大怪我からの復帰の選手もいたし、うん、プレえっ、ー、とー、 1>, 1年半ぐらいちょっとリーグが遠ざかってる選手もいたりとか移籍、まあ、組もたくさんいたりっていうところであのいろんなね本当プレータイムの制限とかコンディショニングの,あの部分だったりとかっていうのがすごくあった前半戦だったんで、まあ、その中でこうチーム作りの方もあの今まで自分がこう5シーズンやらせてもらって ましたけど、その5シーズンとは全然違う,こう作り方というかチーム作りを僕ら自身もチャレンジしてたあチャレンジして始めたシーズンなので、まあ、いろんなことがこう変わってたしチームの中でもいろんな取り組みをこう試しなつつこうチームを作ってきたっていう印象がまず一つ前半戦あります。で <laughs> まあその中で、ちょっと開幕してからは、一勝一敗がね、続いて、ちょっとなかなか連勝できないみたいなところありましたけど、それでも一歩ずつ、手応えっていうか、内容的にも、やっぱり取ってる試合だったり、その負けてる試合の中でも、いい部分っていうのは結構見えてきてたりはしてたので。 まあどこかでこう連勝しだすとまあそのまま勢いも出ると思ったしまあ11月12月のカーリングがタクラブがどう見てるか分からないんですけど僕ら自身がこうフラットに最初にカーリング見た時に結構こうタフなカーリングだったんでまあ前半戦はまあ我慢しながらあの戦っていくまあ自分たちのチーム作りの方に まあどちらかというと、重きを置いて、あの相手の対策どうこうっていうよりは、まずは自分たちのバスケットがどうかっていうところがあの大事だったんで、まあ、そういうふうな前半戦だったかなと思いますなるほどですね、ちょっと僕、<あ>えと簡単に、まあ、なっちゃうんですけども、まあ、印象ですね、こうちょっと。はい ざっと試合見たりとかしてきた中とか、スタッフ拾ってきて、あれなんですけども、現在、リーグの平均あのアシスト数ですね、平均アシストが23.1でリーグ1位えということで、あと、ターンオーバーもここシーズン、この何シーズンの中でだんだん減ってきて、僕が個人的に注目したのは、昨シーズン、森山さん、あ、そうですよ、森山さんって、このバスケットボールのダブルドリーコンテンツ、多分最多出場なんですよ。あ、そうなんですか。3回目なんで、都堂さんの属と。 四面には全く出てないですけど。四面には四回目、五回目四面、四面行きましょう。四面の方よろしくお願いします。福島さん、福島さんもまだ出ていただいてないですもんね。はい。どう思います分はい。じゃあちょっと芝にプッシュしておきますんで。ぜひ。はい。で、そうですね。あの、スタッツをバッと見るだけでも、かなりこう、 いい方向バランスが取れてると言いますか、多分僕が、えー、雑感雑感と言いますか、見てるんですけども、えー、中では B2 で今、一番安定的な視察を残しているのが福島さんかなと思っていて、で昨シーズン、ス、え、リーポイントのアテンプトを,を増やしてきたときに、今シーズン、スリーポイントのアテンプトが平均2本ぐらい、昨シーズンより減ってるんですけども。 成功の本数がだいたい同じということで、かなりこのショットを打つ場所、自分たちのグッドショット、グレートショットのポジション、もしくはチーム内での決まりごと、思い切り、えー、知恵選手個々人の判断っていうところがかなり良くなって共有できているのかなっていう印象があるんですけど、その辺って、僕は結構森山さん自信持っているところじゃないかなと思ったんですけど、どうでしょう。 オフェンスに関してはもう本当に例年にないぐらいのそのタレントがあ,ある選手が増えてきているあのロスターなので、まあ、あとはそこでこうし、まああのー、クラブとしてこう新しいまあ取り組みをまあしていきながらこうチーム作りをするっていうところにおいては選手一人一人の役割を明確にしているっていうのが まず大きいですね面談を僕と代表と、まあ、選手と3人で開幕前、はいえー、でこらえたも後半戦のところでやったりとか、まあ、そういうのもあのやったことなかったですし、まあ、そういったところで、まあ、どういうこう部分をあの求めてるかとかあ,どういうあなたにはこれはこうですよっていうのをもうチーム内で明確にしてる中でじゃあ コートを立てた時に自分のパフォーマンスをチームの勝利のために発揮してくださいねっていうようなところなので、まあ、選手たちも自分がやることは分かってるし、まあ、チームとしてもこうやるべきことっていうのが本当に明確になってきてるその共通認識がすごく持てて試合を,をこうできてる時間帯が多くなってきてるんで、まあ、そういったところから見てもまあ オフェンスのところはだいぶ改善され、まあ、開幕当初に比べれば、ここ、本当、どうですかね、まあ、20試合から30試合ぐらいの部分においては、だいぶ質の部分も上がってきているのかなと思います。まあ、あとは僕が一番こうあのいいなって思っているのは、アシストがやっぱ多いっていうところは、チームでしっかりボールも動かせてたり、アシストがつく、うん。 でまあ、シュート決めないとつかないんで、まあ、そういったところでこう、一人一人が、ね、あのチームでバスケットやってるって証拠でもあるとは思うんで、うんまあ、そのアシストの部分っていうのは自信持っていいのかなと思ってこのアシストの部分も、さらにちょっと、えー、もうあの、深掘りとも言わないですけど、まあ、ほじくっていくと、あの決して誰か一人が高いアシストを起こってるわけでもなく、 えー、かつ、スリーポイントの成功率はシュートの成功率は、誰か1人がかなり得点を取っているわけでもないっていうところが、かなり注目するべきポイントかなと思うんですけれども、一番アシストがチームナンバーワンが、確か水野選手が3.9なんですね、はいえーで。僕びっくりしたのは、ウォッシュバーン選手が横浜にいた時以来の2.8アシストをしていて、かなりこうウォッシュバーン選手がコミットしているチームっていうのは。 すごく感じていて、その辺が多分こう,うまくボス、今、森山ヘッドコーチおっしゃったように、えー、ボールムーブして、人とボールを動かして、ディフェンスを動かして、アウトナンバー、もしくはロングクローズアウトの場面を作って、アタックできてる、ショットできてるっていうところにつながっているのかなっていうところだと思うんですけど、面談とかの話、ちょっとちらっと今思い出しちゃったんですけど、あの青い本、色学さんのオーナーさんの、はいはい、あれ、森山さん、オフシーズン読まれてましたね、僕も読んでたんですけど、あれ。 あれめっちゃおすすめなんで、ぜひ読んでもらいたいです。あれは。ぜひいろんな方い,い。リーダーの仮面、ね、はい。はい、あれめちゃめちゃ面白いんで、ちょっと今ごめんなさい。スッって出てこないんで、あれなんですけど。はい、ま,またあはあの新しいの出ます、ね、あ、そうなんですね。って言ってました、オーダーが。はい、あ、そうなんですね。ぜひ、それいい、ね、あれめちゃめちゃ面白いんで、ぜひ読んでみてください。あとでツイートかなんかで載せときますんで。はいはい、だからやっぱりそのね、あの、識学がオーナーシップになって、クラブの 改革も進んでるっていうフロント側の改革も進んでるっていうのも大きいしその式学の理論というか組織マネジメントの要素を、まあ、チーム作りの中にもこう入れていってるっていう、まあ、全部が全部できてるとも思わないし、まあね、全部が全部そうだとも言わないですけど、まあ、でもやっぱりそこであのー チームを作っていくっていう一つこう明確な部分もあるい、はあ、なんかそれは僕自身もチャレンジだし、僕自身もすごく学びがあるシーズンに今なってるから、うん、だからそういった意味では、あの本当にこう 5, 5シーズンとはもう全く違うチームの作り方ができてるで、それで結果も出てきてるっていう感じが今ですかね。はあ、なんかこれは僕の 感じ方もあるんですけど、森山さんのベンチの雰囲気とか立ち振る舞いが結構変わった気がするというか、これはもう、もうちょっと前はこう一緒に戦ってるっていう印象強かったですけど、そこのなんか、なんていうんですかね、引くところ、出るところみたいなバランスがすごい、こう今シーズン変わったのかな、まあ、チームに対する自信とかもあるとは思いますけど、そこもあの僕自身もチャレンジしていて、あの究極はもう40分座って、 で指揮を取れるようにっていうのは <laughs> あ,のあるんですけどまあまあそういうわけにもいかないし、まあ、でも、うん、やっぱりねどうしても僕の今までのイメージだともう本当に熱くこうコースサイド立ってっていうイメージが皆さんあると思うんですけどでも正直それでまあバックグラウンドもクラブの状況もシチュエーションも違うんでなんね比べてどうとは言わないですけど。 まあ僕自身そういうスタイルでやってきたけどそんなにこうなんかじゃあいい結果が出てたのかって言われたら、まあ、いろんなねこう状況,状況ある理性を結果として結果だけ見ればそうでもないのでやっぱり何か変えないといけないし変えたかったっていうで自分自身もそこにチャレンジしたいっていうところが今シーズンあ,るあったんで。 でそれもそうだし、はいはい、もう一つはやっぱり GM 兼任になったっていうので、一つやっぱり、しを上げないといけなかったっていうのもあるんで、あなるほどですね。はい、だそうですよねあの、まあ、チームの経営状況といいますか、まあ、作り方、予算とかも含めていろいろ変わっていく中で、まあ、メンバーも変わるわけじゃないですか、当たり前ですけど、そのまあ、質っていうと失礼かもしれないですけど。 経験がある選手もいる場合もあれば、若い選手がいない場合もあるし、っていうときに、荒井選手とか、なんですかこうプレーが荒井選手もいたりとかこう、自分が出せない選手もいるっていうときに、ヘッドコーチがどう振る舞うのかっていうのは、シーズずシーズンで変わるものも当たり前なのかなとは思うんですけれども、ちょっとじゃあ質問拾っていきますね。あ僕、これも、はい、これ僕も聞きたかったんで、あれなんですけど、はい、あの僕、えー、B2 の順位予想をした時にですね、えー、なんで、えー、福島さんを5位にしたか。 っていう理由の一つが、えー、東北カップを見た時がすごい。ちょっと僕の中ではインパクトが強くて。まあ、そのせっかくなんで、今回もそこを後で聞いてみようかと。その b1。僕倒せると思ったんですよ。あの僕、北海道出身の北海道ファンなんですけど、北海道に勝てると思ったんですね。僕福島はい、はい、ただなんかやっぱりその勝負どころでどうしてもこの何ていうんですかね。勝負感というか、その b1 と b2 の違いなのか、フィジカルの差なのかこうわからないですけど、ちょっと失速してしまった。印象があって。 でまあ、そこでちょっと大きく、あのまあ、個人名出すのはあんまりよくないかもしれないですけど、大きく見えたのが、えー、村上選手のフィジカルのところっていうのがちょっと印象的、やっぱり B1 と B2 の違いのところでフィジカルって一つ出ると思うんですけど、だったんですけども、あのそこでこう水野選手をどう使っていくのかって、かなり鍵かなって思ったんですけども、水野選手は32試合中32スタメン。 とりあえずリーグ戦全部スタメンということで、かなりこう僕、成長した一人の選手なんじゃないかなと思いつつ、彼はもっとできると僕は思ってる人間なんであれなんですけど、KK、えー、さんから質問来ていて、水野選手の成長についてコメントいただけたらお願いしますということなんですけど、水野選手、どうでしょう、えっと、僕らとしては、彼をこう今季、レンタルで取るっていうところで考えたときに、やっぱりガードのところを一つ、あの なんだろうな、こう改善しないといけない、手を入れないといけないと思っていて、クラブとして。はい、で、その中で、じゃあ、B1 からあのそういう選手たちを取ってくる、まあ、マネーゲームに参加、参戦するかっていう選択肢と、まあ、そういう,こうポテンシャルがある若い選手をこう育てていくっていう選択肢といろいろ多分あると思うんですけど、まあ、僕らの場合は、どちらかというと、こう、 去年のタイミングでも、あの実は水,水野選手にはこう声をかけていて、まあ、でもやっぱり僕らはカテゴリーが2部で、まあ、地元だけど、まあ、やっぱり B1 で、ね、やれるぐらいの逸材なんで、まあ、新潟に行ったっていう経緯はありますけど、うん、まあそれでもやっぱり僕らもあの本気でちょっと B1 に行くと、でまあ、その、まあ、特殊というか、大学卒業シーズンに入ったあ新潟のシーズンでほとんど試合に絡んでなかったんで。はい その環境がどうなのかっていうのもあったしだから僕らとしては、まあ、そういう地元の選手を迎え入れたいっていうバランスとあとはそういうポテンシャルを持った選手をこう育てて一緒に VR で上がっていきたいっていう思いが合致したのが水野選手だったんで、まあ、本当に彼の良さっていうのをもっともっと、あのー、出したいなとは思ってますしまあどうみんながねこう彼のことを見てるかわからないですけど 結構自分のことをこう客観的に見てたりとかできる選手、うん、なので、あのーまあ、今スリーポイントの、ね、パーセンテージがちょっと低いですけど、まあ、それ以外は本当にこう、そうなんだろうな、こう結構と上位の,あのスタッツ残してたりとか、十分こう試合の中で与えるインパクトがある選手なので、まあ、なんかどっちかというと彼が、あのー 乗ってる時間帯とか彼を引っ張れるんであればもうずっと引っ張っていいかなって思ってるし、まあ、その中で途中村上がしっかりあのスピードだったり自分の持ち味のところでこうリズム変えてくれたりとかっていう役割が今季シーズンも明確になってきてるしその違いをこう埋もうと思ったらともり 選手もすごく今安定してるんで、まあ、いつどの場面で任せてもね自分の役割とこう状況を見て仕事がこうできる選手なんでやっぱりそこであのガードのところっていうのはあの一つ差が今までとは違う差が出ているのかなと思いますしあとはラインナップをこ、えっと、後半戦からまたいろいろ試していてでその中では時間帯的には あの橋本直明選手だったり長谷川智信選手がちょっとまあコンボ的にバードをやるっていう時間帯も作ってちょっと試してたりはするので、うん、まあそういったところでいくとこういろんな本当に組み合わせができる、うん、層がある中で水野寛太っていう一人の選手をどれだけ成長させてあげれるかっていうのが今シーズンの,あの、まあ、僕の,あのもう一つの。うん 仕事ででもあるるかなと思っているので、まあ、彼とは結構話はやっぱりよくするしまあその中でやっぱり先ほども言いましたけ客観的に今自分のどこが悪いどう,どうしたいあ,あしたいっていうのを明確にこう言えたり話し聞けたりこう考えたりできる選手なんでもっともっと良くないと思います。 いや本当そうですね僕も U19、ね、2017年 U19 日本代表、まあ、世界中になった時ですね。メンバーにも入ってたりとか、代表10、18も入っていて、それこそ福島南高校から、あ,あの時も特使で、福島ですよね、確か。2回、はい、特使、はい高校生、さっきコメントにもありましたね高校生。高3の時と、はいえっと、高1の、あ大学1年生とはいま、はい、の高校生 B リーガーの走りか、うん、みたいな。 ところもありましたけど本当に僕はあの僕が言うのもおこがましいんですけど、まあ、ずっとやっぱり、えー、と福島って村上選手のチームって僕は印象を持っていて、やっぱり村上選手がどう,こう、えー、チームを作っていくかっていうところが福島に重要なキーなのかなと思ってたんですけれども、水野選手が入ったことによって、本当に森山ヘッドコーチ言う通り、村上選手の,その攻撃力とスピードとアグレッシブルさっていうのがより際立ったっていうのが、今の福島の僕、すごい好調の。 理由の1つかなっていうで、えー、っとそれはちょっと違うなっていうタイミング、ゲーム落ち着かせたいって時には、友利選手が出てくるっていう、そのコントラストというか、バランスが本当に今すごい、B2 の中でも屈指のガード陣が揃ってるなっていうのが、福島の一つポイントになるのかなっていうのを本当に僕も感じていたので、そこはすごい、なんか納得というか、いい話聞けたなと、すごい個人的に、ね。なので、まあ、村上選手、まあ、深夜に関しては、やっぱりその。 で僕は 5, 5年一緒にずっとやっていてでやっぱりこうやってクラブがまだ、うん、フロントがあの力がないこう一番しんどい時期も一緒にこうやってきてたんで、まあ、その時はもう本当に彼があのこのチームを引っ張っていかないといけないような状況があったっていうのも事実だしでもそのシーズンのおかげで彼はその自分のあのー プレーだったりこうじ、村上信也っていう1人のプレーヤーを、やっぱり B リーグの中で認知されるようになったと思うし、うね、なので、僕はその信也にはよく最近言ってるのは、B1 でプレーしないとダメだよって言ってて、キャリアの中で。はい、はい、なので、そういうシーズンにしようねって。 言ってます本当に B1 でプレーしてもらいたいですし、はあ、福島の B1 で見たいっていうのは、僕は彼を。で、そのね、あの今シーズンの役割に関しても、ベンチの途中が出ていくっていうね、あの部分をしっかりこう受け入れて、チームのためにね、自分の持ち味をこう発揮しようとしてくれてる姿を見ると、あ本当にいいあの選手だなと思いますし、まあ、その やっぱりあ,のある種の自己犠牲というかそれを受け入れてでも、ね、チームが勝つためチームが B1 昇格するためにあの自分のも与えられた役割を全うするというプロフェッショナルな側面を今シーズン本当に全うしてくれているのでるすごくあの助かってますなんか本当その3人のバランスってすごく僕絶妙だなと思っていてやっぱ、まあ、一番若い まあサイズもある水野選手がスタメン出て、序盤、村上選手、正直そんなに僕、よくなかったんじゃないかなと思ってるんですよね、そこもその順位のところで僕の中ではかなり影響した予想をする上でだったんですけど、もう何試合ですかね、1何試合過ぎたところぐらいから、すごく村上選手のプレーが定まってきて、スタッツにも残るようになってきて、途中から出てるけど、村上選手がこの試合勝たせたなっていうゲームが何試合か出てきて。 でそれはやっぱりその後ろに控えている東森選手の存在もすごく大きいなっていうのが、すごく分かりやすい、分かりやすいっていうか、何ですかねこう。そこの3人の信頼関係も強いんじゃないかなっていうのがすごく感じると言いますか。そうですね、もうずっとやってるし、うん、ね、カンタも、あの、特使でずっと福島にいたときに、け、うんやも深夜もいたんで、うん、うん、そうですよね、2003年のシーズンとか。そういう意味では、すんなりこう、 なんかごね、合流できているというか、まあ、なんか馴染んでいるというか、まあ、カンタの性格もありますけど、でもすごく本当に深夜が親身になってカンタのところをこうサポートしてくれてるんで、経験者のご質問いただいた経験者も、経験年数がサイガード人が成長していくことで、ベテラン層がアグレッシブルにシュートに向かいやすくなっていくように見受けますっていう。 であとはもうやっぱりどっしりとね、友利賢也っていう素晴らしい選手がいて、でやっぱり今シーズン加入してきたその橋本直もそうだし、長谷川智信もそうですけど、うん、まあやっぱりこういう、ね、やっぱり経験を持った選手たちがまた練習からバチバチやるっていう環境もすごく競争環境の中に今あるんで、まあ、そういう,こうプレータイムをね、本当に。 争っていかないといけないっていう競争環境が作れてるっていうのは、あのこの一つの要因かもしれないですね。そうですね、ちょっとじゃあまたコメント、これ、<laughs> このペースでいくとコメント拾っていくと、10時間ぐらいかかりますね。こんばんは、森山ヘッドコーチから見て、えー、今までの試合を振り返って、この結果に納得いっていますか、それとももっと勝てたと思いますかという、ちょっと担当直入のく本まモンさんから。 個人的には他のインタビューとかでもやっぱり前半戦振り返ってっていうところでは話をさせてもらったんですけど個人的には試合内容を振り返っても3からよく言えば5は拾えた勝,勝たないといけなかったかなっていう試合もあった10敗の中でんかそこはあの純粋に思ってるし悔しいさもあります。 ただ、冒頭ちょっと言ったようにあのチーム作るスタートした上では怪我からの復帰の選手だったりブランクがあったりプレイタイムが制限されてたりとか本当に表には出てないけどいろんなやりくりをしないといけなかったので間に合うのかなっていう心配もあった不安もあったのは事実でなので最初の方はもう本当に常に僕はどっちかというとこう最悪も想定してたりもするので。 なんか前半戦は5割負け越しなければ、後半勝負できるかなぐらいを、開幕前から開幕投手は思ってた時もありますごくちょっと何個か、その関係の質問もあるんですけど、一応、加翔の選手、やっぱりプレーしてなかった中でこう、後半戦というか、前半戦の中の後半に向かうにあたって、だいぶコンディション良くなってきて。 でそこは僕、2020年ですか、福島ファイアボーンさんが S&C をお二人、昨シーズンからかなか、入れたところとかもかなり関係があるので、今までアスレチックトレーナーが多分メインでやってたところが、まあ、そういうチ、えームクラブが発展していく中で、トレーナー側の人数も増やせた、まあ、アシスタントコーチも増やせたっていうところはかなりプラスなのかなと思うんですけど、そのスタッフ陣の充実度って結構プラス面でありますかね あると思いますよあると思うし、やっとそういう,こう環境になってきたとは思いますけど、もっともっとでもよく言えば、あのー、例えば全員フルタイムで雇えるのが一番いいし、やっぱりチームなので、うんうん、そういったところでは、あのー、もっともっと良くなる要素がある部分かなと思います、ね、この間、何戦だっけ、最近の越谷戦と7戦だったかな、一岡選手のあんなタンク、久々に見ましたね。 しいですね越谷でしたっけ、はい、あれは北海道の時も僕、あんななんかあんま見なかったから、<laughs> ちょっと北海道の時やってくればと思いましたけど <laughs> いや、もう本当にあの、越谷戦も2試合目、ねうんあの、延長になっちゃったんですけど、まあ、その中でも,もう最後、本当にあの苦しい時間帯に2回ブロックしたり、2回いいリフレクションしたりっていう。はい 彼のその良さって実はこうアクティブに手を動かしたりこうボールにプレッシャーが実はかけられたりとかまあ,ああいう,こうリバウンドとかやっぱりこうチームのためにこう体張れるところだったりもするのでまあ本当にやっと彼があ,あれだけのパフォーマンスを出してくれたから勝てた試合でもあったと思うしまあそうですね。本当まあでも 彼も僕も彼の使い方だったり本当にいろんな話を彼ともしながらで彼も、ね、プレイタイムがもっと欲しいないと活躍できないみたいなところもあった時期もあったし正直、うん、でもそういう,こう話をし,していく中で、まあ、ある程度のこう使い方とかタイミングとか組み合わせとかもまた後半戦いろいろ プレーオフ、BIO 昇クに向けて試せる今、状況ではあるんで、もう本当にベストなこう組み合わせだったり、彼の良さが引き出せる使い方っていうのは、もっともっとあの僕だけじゃなくて、コーチ陣ともあの話しながら考えていきたいなと思ってます。やっっぱりこうファンブーースターの方って まあ見てて、例えば自分が応援してる選手だったりとか、まあ、好きな選手っていうのが、まあ、絶対波があるじゃないですか、選手って。でも、今年の福島さんって、それがあんまりこう表に見えてこないっていうところが、多分この安定の理由かなと思って、今、森山さんも言ってるんですけど、まあ、実際裏ではこういうことがあったりとか、とか調子を落としてるっていうのがあるけれども、やっぱりプレーでそこまでこう、なんか、すごく波があるようには見えてないっていうところが、今、すごく福島さんの魅力かなって僕も感じてるんですけど、ちょっとほか、まあ、もちろん。 はい、選手個人では、なかなかねちょっとシュートが入ってないとか、プレータイプが一時期下がったりとかっていう選手も、もちろんゲームをこうのって見てもらえればはっきりしてるんですけど、そういう選手が仮にいたとしても、補える、別の選手がしっかり活躍できてる、本当にいい選手をそのまま使える、いい状態で出せるっていう。あとは 結構こうプレータイムのところもある種シェアしながらこう戦えてる試合とかも増えてきたのでそうなってくるとやっぱり、ねうん、出た時にもっとハッスルできたり自分のパフォーマンス,ス発揮しやすくなったりまた怪我のリスクが、ね、多少減ったりとか疲労の度合いとかも変わってくると思ってまあ今はそういう,こう状況に できるまあ試合があるんであれば内容がねちょっとこうやっぱりどうしてもエンターテインメントなんで僕らも常に100点ゲームで勝てるんだっ百100点ゲームで勝ちたいしんなんかねこう全員が活躍する場面を作ってあげたいんですけどでもやっぱり一番は最後にこうみんなで笑うことを考えるとうそうも言ってられない部分もあるんでただ 勝って反省できるっていうのはすごく大きいと思っているので、まあ、20点差で勝てたけど10点まで、あのー、ちょっと詰められたけどまあ勝ったけど慌てずこっちとしてはちょ,ちょっとプレイタイムをこう制限しながら少し余裕がある状態でこう終えられるんであれば、まあ、そういう試合も出てくるかなとは思っているので。はあまあ よく言えばね、あの100点ゲームで,で、ね、勝つ試合を皆さんに届けたいです、ねうん、まあ、とはいえ、ね、見てもらえば分かると思うんですけど、僕らのスタッツ見てもらえれば、ほとんど点取ってるんですよ、出た選手が。うん、だほぼほぼ全員得点に近い。っていう状況が、今のチームの,そのアシストだったり、いろんなところにも。 影響がそれなんだっけ、奈良戦かな、それこそ、えー、とこの間の、えー、山内選手かあの、2点を外したんですけど、自分でもぎ取って、もう一回コーナーまで行って、スリーポイントを決め直すっていう、あなんかすげえ、スリーの方が入るのかよみたいな感じで、ちょっと見えたくなるような <laughs>、はい、<laughs> あれもありましたけど、なんかでも、あそこ本当にこう、下から2番目の若さ、24歳というプレイヤーと、もう一回作り直してやってもいいところを、まあ、思いっきり本人が打って、 そしててて決めてくるっていうのが、まあ、プレータイム短いですけど、その福島の魅力がまんま出たシーンだったかなっていう,ふうに思って、僕も彼を応援しているのですごく嬉しかったワンシーンでもありますし、逆の方向から見ると、こ、えー、この間の延長まで行ったゲーム2の甲子嶋屋戦なんかは、戸、ま、守、あ、選手と山内選手がプレータイムじゃなかったけれども、その一番最年長の戸守選手と、下が2番目の山内選手がやっぱりベンチでだいぶハッスルしてたっていうのは、えーと、福島さんのツイッターかなにも書いてましたけど。 森山さんのコメントでだそういうところをやっぱり、友利選手がやってくれる、若い選手がついてきて、自分で表現してくれるっていうところも、やっぱこうチームとしてプラス循環に進んでいるポイントなのかなというのはすごく感じたんですけどそうですね、もう本当に、まあ、もちろんね、選手なので、プレーしてなんぼっていう側面、考え方もあるし、まあ、もちろん僕らも、あのまあ、内容とタイミングで、えー 出す出さないをこう考えてるので、まあね、全員が出て全員が活躍する試合を皆さんに届けたいですけど、まあ、そういう状況にないこともあるので、まあ、直近の越谷戦に関しては、まあ、プレータイムは、ね、あのなかったですけどやっぱり僕もコメントで言った通りやっぱりあれができるでそれを称賛するチームでありたいとは思ってる。 それがやっぱりこのコロナ禍で、あのー、会場に来れないこうライブバスケットライブで見てベンチが映った時に、うん、そうあ応援したいあなんかファイアボンズいい雰囲気だねっていうのは絶対画面越しにも伝わると思っていて、うんうん、なんかそれがやっぱりこうないとただ勝った負けたどうだこうだっていうだけじゃなくて。 やっぱりそういう,こう応援に値するチームであるっていう部分もやっぱり大事にしないといけない。特に僕らは地方のクラブでまだまだ物産の皆さんの力をこう借りて一緒にこう成長していくクラブだと思っているので。でもそれがやっぱできるトモリケンヤっていう選手のその強さですよね。うん、それがあるから、うん、若手も中堅も。 外国籍もみんなリスペクトできて、こう、まとまってるっていうのが今の状態じゃないですか。思い返せば、この w l ライブ紹介ゲスト、とりけん也さんだったんですけど。あ,とあ、イディア,アとね。でもなんか、あのまあ、ここにも、ごめんなさい、今、質問たくさん来てるので、これ拾ってかなきゃなと思ってるんですけど、はい、今思うと、それこそ、ファ q s h o m a f i r e b o BJ の時代とか、B 初,戦初年度、森山さんが。 聞いた最初の年とかって、なんかそれに似た空気感を持ってるっていうか、選手同士が本当にこう、福島大好きでみんな仲がいいみたいな、まあ仲がいいからいいわけじゃないですけど、なんかそういう僕がすごく、なんていうんですかね、表現あれですけど、好きだった福島の雰囲気がこう、また感じられるっていうのはすごく嬉しいなっていう印象がありますね。ちょっとごめんなさい。えー、コメント拾ってきますね。 た、はいえー、ーちゃんさん、熱い森山ヘッドコーチファンです。ことでえー、ありがとうございます。んこんばんは。えー、珍しい。バイク戦、珍しい。森山さんのタオル掲げてる人がいますから、ちゃんと見てますよね。はいはい、えーあり。ありがとうございます。ここ毎回、ちゃんとバスケットライブで探してますから、<laughs> 今日もごしているなって。<laughs> <laughs> えー、こんばんばはよろしくですヨセモツさん、B2 も最近見始めたのですが、今シーズンの福島のオフェンスとディフェンスで、ここは見てほしいというところを一つお願いします。オフェンスは、うん、思いっきりの良さですかね。うん、チームでボールを動かして、思いっきりいいシュートを打つ、うん、そこは躊躇したくないんで、もう誰、うん、誰っていうよりは、もうく、うん、なんかチームで作った、そのワイドオープンだったり、そういうこう、 ずれた状況で打てるタイミングっていうのはあの打たないといけないっていう感じなんで、まあ、そういう思いっきりの良さだったりこうメリハリのあるオフェンスは、まあ、僕らも走りたいんで、はいうん、要所要所でやっぱり走れる選手もたくさんいるし、まあ、アレックス・マーフィーっていう万能の選手もいるんで、まあ、あそこのプッシュをなかなか今どのチームを止めづらいんじゃないですかね。うんなので うん、そこもそうだし、もう本当になんかプレー出てきた選手一人一人になんかすごくいい個性があるんで、まあ、そこをこうなんか楽しんでもらえればいいかなと思います。でディフェンスはうんどちらかというとこう緻密に、あのー、派手なことをするというよりは、あの緻密にこうチームルールにのっとってこうどれだけエクスエクセキューションできるか、まあ、遂行できるかというところに。 結局はこう立ち返ってくるんで、うん、で本当にそれがこうチームでできている試合、できてる時間帯っていうのは、本当にいいディフェンスがあの結果として出ているので、まあ、そういう,こう時間帯を増やしていきたいなと思っているので、まあ、チームでしっかりこう統率があるようなあの連動したこうチ,ームチームディフェンスっていうのは、見てほしいなと思います。そうですね 今、アレックス・マーフィー選手のお話も出てきたんですけど、はい、あのこれ結構いろんな方から今回質問が、えー、事前の質問でも来てたんですけど、自治園向兼任されたということで、僕もちょっと気になってたんですけど、でまずエリック・マーフィーお兄ちゃんを、んエリックお兄ちゃんですよね、はいえと、加入して、そこからアレックス・マーフィーを獲得したっていうのも、僕、 森山さん結構考えてたんじゃないかなと思ったんですけどやっぱお兄ちゃんが来てから弟、まあ、性格面とかちょっと僕分かんないんであれなんですけどその辺とかも結構かなり考えて獲得したのかなっていうその GM 目線のお話をちょっと聞いてみたいなと思うんですけど。 えっと、バランスはすごく考えてましたせその外国籍のバランスもそうだし、えっと、実はもう発表がなかなかできなかったけどずっともう一岡松ン選手が決まってたりとか内々では合意,合意が取れてたりとかしててその編成していく上での,そのどうやったら旗艦、うんうん、だったりアジア枠にこう対抗する。 うーまあ一ッションの使い方をどう,どういう,こう外国籍のバランスだったら優位性が発揮できるかなっていうのをすごく考えていてでまあエリックが去年からあは去年初めて来てで今年残るっていうのもあの、まあ、去年の終わりぐらいからずっと交渉してあの、まあ、決まっていたので、まあ、そのじゃあエリックのう アドバンテージがあるスリーポイントだったりあのサイズの部分と、まあ、あとはビッグマンのところをどうするかっていうところでそのじゃあビッグマンがどういうタイプかにもよってじゃあ3人目の外国籍をどういうタイプにするかっていうのはすごくいろんな選手を見ながら考えていたので、まあ、その中でまあ選択肢の一つとしてあの アレックスがあったっていうのは事実で,でもちろんエリックのうんエリックとのコミュニケーションリレーションシップの中からこう出てきたっていうのももちろんあの嘘ではないんで、うんはい、まあ結果として良かったですねバランスはすごく良くなってい,いしまあいやいいですって、ね、思ってた以上に アレックスの良さがここ、本当、出てきだしてるんで出てますね、マジで。はい、いや、ファーストブレイクポイントとかにかなりそこは現れてるなっていう、まあ、単純に、まあ、ゲームを見ないとわからないけれども、今、福島ってその、どこへどう加点したか、ファーストブレイクポイントたかかったってことは、まあ、エリックなんだろうなとか、あエリックスなクさんだろうなとかっていうところとか見えてくるし、まあ、ウォッシュ・ファン選手も。 日本長いですけど、すごく成長しているプレーヤーの一人だと思うので、あの外外角、新潟の時ぐらいからでしたっけ結構打ち始めて、横浜の時はインサイドって感じのイメージがありましたけど、すごい福島にフィットしてるなっていう印象が。インサイドのポイントも結構高いですね、今、福島、確かリーグで4位ぐらいに入っているはずなん。高いですね、ポイントは。はい、だどちらかというと B2 の方がまだこうクラシカルっていうか、うう表現が今正しいか分かんないですけど、大きい。 インサイドドーンとしたインサイドが多い中で、そこでもポイントができてるっていうのは、かなり注目するべきポイントの一つかなっていうふうに僕は思ったりしています。すみません、ね、じゃあもう一つ、ここ、はい、もちょっと関連してお聞きしたいので、えっ、ー、と、ソシオのメンバーのですね、質問を入ってきたら優先させていただくような形でやってるんですけども、えー、選手とコーチで話をする上で、 最近まで選手だった栗原アシスタントコーチの存在は大きいでしょうかという質問はソシュから来たんですけども大きいですよ、もう本当、彼が入ったことによって、選手たちにもすごくこういい影響はあるし、まあ、僕と佐野コーチに関しても、すごく学びがあるシーズンになっているので、うん、まあそういう、こう、彼が入って、コーチ陣が3人になったっていう。 だけでも,もう全然違います役割としてはんとなく分かれてたりとか、フにとかオフェンスディフェンスの担当をこう決めていて、でまあ、スカウティングはあの2人であの分担してやってもらってたりとかはしてるんですけど、あの自チームのこうオフェンスディフェンスの担当もしっかり決めて、でその中で特に試合中なんかはあの2人からこう情報をもらって。 っていう感じですかねあとはやっぱり練習前後の,そのワークアウトとかも本当に、ね、<ー>やっぱりだいぶ質が変わってくるというかやっぱり必要なものを必要なタイミングであの選手に提供できるっていう体制になってきてるんで,でそこに彼の選手としての経験だったりコーチとして見た時に今こういうところがあっていうその 部分を明確に伝えれたりっていうこともできる立場になってるんで、それがすごくいいんじゃないですか、ね。なるほどですね。なるほど。まあ、そっか。ちょっとじゃあ質問拾ってきますね。はいえー、コメントと質問拾ってきます。えー、銀河さん、フロントも試合で愛媛までグッズのショップを出してくれるところもすごいなと思ってます。あなるほど。相手チームのショップも出てる 何箇所か回らせてもらうんですけど、でこれはあの僕らだけでできてるっていうよりは、あの県と一緒にこうそういう取り組みをあの魅力発信事業っていうので、まあ、県からもあの少し予算をいただいて、であなるほどですね、はい、福島の,その名産品だったりとか、情報発信みたいなのも。あの させててもらううブースっていう感じですね僕らのグッズだけじゃなくて。なるほど、福島全体のっていう。はい、はい。なので、だから結構すごいっすよ。もうア、えー、アンケート書いて、アンケート書いて、ガチャポン回したら、マジで果物当たるとか、もうそんなレベルなんで。マジか。いや、本当に。<laughs> 結構あれはすごいと思う。そうだですね。うん。だから、みんな、その、アウェーで、福島ブースあったら、行った方がいいと思います結構なんかもらえるんで。 えー、それいいこと聞きましたね。いや僕め、あああの福島の桃っていうのをすごい申し訳ないんですけど、去年、初めて食べて、硬、うん、い桃。いや,い,ややい,いや、あれ、すごいおいしいなと思って。いや、ね、僕もほら、あの硬い桃の文化じゃないんで、最初、マジリンゴかと思うぐらいかたかったけど、でももうおいしいですよね。 美味しいですよねだからオリンピックの時に、なんか,かのああ、ねあ、そうそう、ね、あ,のあれが、福島のル美味しいって言った時僕、その前に食べてたんで、知ってる、知ってるみたいな、なんかちょっと <laughs> で、僕が食べたことある。ちょっと話ずれますけど、本当にあれもスポーツが僕は持ってる力だと思っていて、はい、本当にあれが出てから、アメリカが規制外したんですよ。えー、あ 福島からの輸入とか輸出の原発のあれもあったから、取らないよって言ってたやつが、はあ。でもあれでもうバーンってなってで、アメリカが外したんですよ。で、それに今、こう、感化されて、徐々に外そうとしてる国も増えてきてる、実は。 そういうい影響もあるんす、ね、だから本当にそのスポーツの力はい、ワールドワイドに影響があるその。だから福島からすると、やっぱりこう野球、ソフトボールが福島でやったっていうのは、復興五輪って最初言ってたけど、うん、なかなかね、そのなんか色がだんだん薄れてきちゃったのは正直あるじゃないですか、当初の計画より。 ソフトボールの,あのヘ,ッヘッドコーチが言ってくれたのはすごく影響がすむちゃくちゃ大きかったと思います。いやでも本当にぜひ食べたことない方いたら福島の方にも食べてみてください。ぜひぜひ。是非是非今は多分時期じゃないです。本当にいしいです。桃だけじゃなくてもね、うん、梨とか、もう本当あの、実は隠れフルーツ王国みたいな、どうしても山形とか<も>東北だとね。 フルーツラインみたいなとこありますもんね、福島。ありますあります。はい、いっぱいあります。本当においしいです。僕もう福島でばママドールばっか買って帰ってたんで。<laughs> いや、もう、<laughs> 桃にしてください <laughs>、まあ。ママドールはママドール間違いいでおい、ね、しいけど。おいしいけど、ね。<laughs> <laughs> 今シーズンはセカンドユニットもギアが下がらなくて面白いです。というこんばんは、森山ヘッドコーチ、誕生日おめでとうございます。あ、そうですね。1月23日、誕生日おめでとうございます。今シーズンさ第3コーター終了時までリードしていれば勝率100%ということで。あ、そうなんですね。僕もさ僕もそこまで調べてなかったですけど、<あ>素晴らしいと思います。プレッシャーですよね。えー、これからそれがもう。 <laughs> 確かに。ファンとしてはね、ブースターとしてはさ<ー>3コーターもいけるかなって <laughs>、はい,いけるう。でもスポーツのまあ面白いところと、こうなうんですかね、ある意味残酷なところでそういうところですからね、なんかこう、うはい、信じられるところが、まあ、1回の敗戦が、えいつも勝つたじゃんみたいになっちゃうところは、まあ、その浮き沈みもスポーツの面白いところですから。はい イコールさん、秋田ブースターですが、オフシーズンに森山ヘッドコーチのロスター紹介、あ、これ見てもらいたいですね。めちゃめちゃ面白い。あの、福島学園みたいな、ごめんなさい、ナムチワコーチですけど、うん、はいはい。あの、全員紹介してくれたやつですね。はいはい。えー、を見てから B2 では福島を応援するようになりました。B1 小学校に出してもら、はい、ってください。秋田とね、<で>ぜひいただけます。秋田とやりたいですよね。いやー。僕、あの、秋田が二部落ちて、ペップコーチの時に、はい,はい。秋田のホームで勝ったんですよ。 はははいはい、はい。そしたらやぱコロナ、めっちゃ強かったときの秋田ですね、B2 って。そうそうそう。で、コロナの前だから、もうやっぱお客さんパンパン入るじゃないですか。うん、で、クレイジーピングが負けたらシーンとなるんですよ。はい。もうそれが最高すぎて。<laughs> いや <laughs> あの、あの秋田って本当、1桁じゃないですか、負けたの。そうそう。で、そのうち僕二回勝ってるんですよ。すね、あそうなんですね。そうそう。あのあの秋田に二回、その当時。 あシーズン勝っててその当時はちょっと僕も B2 まで抑えてなかったんで、東京絶対も確か1回勝ったんですよね、あの時だから、えーまあ、そ,そういう意味で言うと、今、名古屋が、ね、ちょっとは1個、ね、抜けてますけど、僕ら、名古屋と2勝2敗なんで、4敗のうちの 2, 2敗は僕らに負けてるからで、得失点差もプラス2ぐらいなんですよ。うん あ僕らがマイナス2かな、向こうがプラス2かな、だからもう本当に拮抗してて、その直接対決の得失点差も。うん、だからそんなになんか。さっきの話にちょっと戻りますけど、だからこそ,そ、森山ヘッドコーチの中で、あ、勝てたなっていう3から5ぐらいのところをどう詰めていくかっていうところが多分そうです、ね、かなり重要になってくるんですね。はい、勝てるというこの事実とか自信はもう持ってると。はい、相性もいい気はします、うん、名古屋とは、うん。なるほどですね。 えー、だから他のチームで頑張ってほしい。<laughs> 勝ってほしいと。<laughs> はい、ほかが立って、えー、プレーオフで福島が他のチームを食い荒らすのが楽しみです。ということで、東北カップの青森戦、過去ハテナで見せたアレックスを一番上に置くスリーツゾーンをこれから見れるのか、見れないのか、あ<ー>見れないなら、はい、見れるのか、見れないならどのようなエッドで使ったのかを知りたいです。 まあ、見れればどうですかね、<laughs> 見れるかどうかはちょっとあれですけど、<laughs> あの実は開幕が仙台で、僕らはい、はいで、ずっと仙台に見られてたんですよ。はい、で、その仙台戦見据えて、うん、その開幕前ってこう練習試合の配信を見るか。 もうなんか内々でビデオどっかから入手するかぐらい東北カップとかそういうカップ戦のもう映像からしか準備できないじゃないですか。はい、なのでそのある種、ちょっと仙台がスリーツーやるからちょっと準備しないとなってなってくれて時間使ってくれたらいいなっていう思いもあった正直あなるほどですね。 きょは,い、ではの直近のスカウティングに用意,用意させようみたいな。そうで、開幕の1試合目はもう絶対取りたかったんでいや、そう、今日本当は、あのー、僕もこう福島の試合見させてもらって、このゲーム、やっぱあるじゃないですか、この30試合もやれば、60試合とか30試合やれば、ここは天気だったんじゃないかとかっていうゲームとか、このゲームよく勝ちましたねとか、このゲーム 落としちゃったの結構しんどかったんじゃないですかとかってあるじゃないですか、僕、やっぱ初戦の仙台戦、聞きたかったんですよ、ね、初戦の先代戦は<の>よかったですね、本当、いや、はいあの、昨シーズンからやっぱ森山ヘッドコーチがスリーポイント思い切り打っていきたいっていうような形を敷いてたけれども、怪我とかもあって、ちょっと最後、昨シーズンうまくいかなかったっていう時に、それでもやっぱり僕は、まあ、そこ、長谷川選手とかもそうなんですけど、長谷川選手とかもの話もして。 お伺いしたかったんですけど、あのー、結構そのスペース取って、えー、NBA ライン、NBA のスリーポイントライン,ラインぐらいのところで待ってて、えー、キャッチしてゴーするか、スリーポイント打つかみたいなスペースをうまく取ってるじゃないですか。あそこら辺がかなりキーになってる部分もあると思うんですけど、スリーポイント狙ってくるのかと思いきや、初戦の仙台戦はほとんどスリーポイント打たずに、 こうハードに出てくる仙台のディフェンスに対して裏を狙っていくっていうような戦い方をしてて、いや、めっちゃ準備してるじゃんと思って。そうですね、だから仙台の,そのプレッシャーディフェンスにこうストレスを感じないようにっていうところは、ずっと意識して準備してました。やっぱり、うん、あのブレックスの試合で仙台が勝ったゲームを見せられて、はい で東北カップだけじゃなくて、まあ、ちょっとやっぱりその情報として、今年仙台がなんかそのすごいハイプレッシャーのディフェンスがあ笛が鳴らなくてで、そこからやっぱ崩れるっていうのもあの聞いてたんで、やったチームから。だからそこはあの逆に、まあ、それこそさっき本当、たまたま出た。 秋田がビーツにいた時に同じようにハイプレッシャーのやっぱペップコーチのスタイルを僕は経験してたんでそれも少しイメージとしてはあったしまあなんかねしっかりペイントタッチするあのリングに向かうことでフリースローだったりアテンプトが増えたりっていう副産物もあるし向こうも逆にそこにやっぱボールが入るとどうしても寄らない寄らざるを得ない。 そうなった時に初めて外でいいぐらいの感じ、アタックできないと、そのアタックしようっていう、うん、まあ強くまずはプレーさせたいっていうのがあったんで、まあ、それを本当、選手たちはよくやってくれました。いや、あれはびっくりしました、10本台で福島がスリーポイント終わるのかと思って、まあ、10本台も前半ですよね、11本とか12本とかぐらいだった記憶があるんですけど。はい ええ森山さん、スタイル変えたのって僕は思いましたけど。<laughs> いやいや、でも僕ら内心、で<も>いや、もっと打ってよって思ってましたよ。<laughs> あ,あそうなんですね。もっと打ってよ、まあ、もっとあってもいいよねとは話した記憶がある、コーチ陣では。ああ<ー>、うん、いやなんか、でもその後の試合、FE とかそれこそ、やっぱペースが上がってくるゲームだと、結構思い切ってスリーポイント打って、まあ、それが。 ああ、もうこの一本入ってれば勝てたなとか、そういうゲームとかも出てくるんですけど、あれはすごい僕の中で衝撃的な開幕ゲームですし、中1個その、あの、これ僕は、あの、B2 の去年、コーチ陣集まっていた青野さんとか、東堂さんとか集まってる、安田さんとか今滋賀の集まってもらって話した時も言ったんですけど、B1 と B2 の魅力ってやっぱあると思ってて、その、B1 の インテンシティを福田さんは入れたいっていう話をまあ強くしていて、で、これ、60試合通していった時の仙台の楽しみでもあると思うんですけど、佐賀の宮永さんとかも多分そういう傾向にあるっていう時に、なんかすごい森山さんは B2 の戦い方で勝ったっていう印象があって、なんですかね、B2 の良さ、悪さっていうのを理解した上での,そのアドバンテージがあったっていうなんか印象があったんですけど、 そこってやっぱり5年やってきた中で、どうやればこのリーグを勝てるかっていうところって、持ってます、森山さん的に。いや、そんななんか、楽そうったことは、なんか言えないですけど、<laughs> <laughs> まあ逆にその、やっぱりねこう、5年もずっといるコーチもそんなに多くないのが事実で、で、やっぱり B1 からどんどん。 ヘッドコーチも来てるっていうあとは外国籍のコーチも増えてるっていう流れの中でいけばやっぱり継続して経験があるっていう強みの部分は多少はあるかなとは思いますただ何かまあもちろんそのインテンシティの差だったりとか何かいろんなその B1 っぽさ B2 っぽさみたいのってまあ人それぞれ感じる部分は多分あるとは思うんですけど別に強かった とかじゃなくてそんなにでも僕らもなんかなんだろうなこう B1 と全然違うことをやってるわけでもないしなんか、うん、そこができないからこの戦いをしてるっていうつもりでもないんでなんか本当に、うん、どういうバスケットをしたいか。 でどういう選手を集めてそれを表現するのかっていうのがあるかないかの違いだと僕は思ってるんですよ。うんなんかコーチがやりたいバスケットをこうやれる選手をなんとなくクラブが集めてやるっていうチームよりもやっぱりクラブとしてこういうバスケットをやってほしいこういうバスケットをやりましょうっていう一つのそのステージ 明確な,なんかスタイルみたいなのが決まっていてでそれに合わせてこう選手たちもピンポイントにちゃんとこうリクルーティングしてきてでその柱の部分から派生する色付けはヘッドコーチが自由にやれる範囲だけどそ,そのなんか柱の部分を作ってリクルーティングする。 選手編成するのが、まあ、GM の仕事だとも思っているのでなんか今期は僕はそこがクラブと一緒に、まあ、クラブの代表西田と一緒にこうやってきてもう本当に今までなかったそういう,う真の部分をより明確にこういうバスケットしようじゃあこういうメンバーにしようこういうバランスにしようこういう選手取ろうっていうのがあったからこの編成なのかなとも思うんで。 だから僕らは自信持って今のファイアーボーンズのバスケットが体現できてる。うん、で何かあった時に立ち返ってあやっぱこうだよね僕らの良さってこうだよね僕らのスタイルってこうだよねっていうのがスタッフも選手も分かってる状態っていう状態がやっぱりチームとしては正常な状態だと思うんで。な、うん、なのでなんか 今シーズンはいい、このシーズンはダメみたいな、こうやっぱ浮き沈みがあったり、ヘッドコーチ、スタッフがよく頻繁に変わってるチームって、なかなかやっぱ上位に来ないです。はい、うん。それはやっぱ B1 も B2 もあると思いますうん。うん。だからそこも含めてクラブの強さみたいなのも問われてる要因だと思うんで、うん。だから安定して力が出てるく部分って、コーチは変わってても、やっぱクラブの 強さがあるんんだと思うんですも、うん、B1 はねほとんどやっぱり長いじゃないですか強いチームはヘッドコーチがずっと同じだったりまあもうなんかあこういうスタイルだよねみたいなのがある種こう各クラブの色が確立されてる、うんうん、だから僕らは今年そういうのを作りたいっていう。 この時期ぐらいになってくると、そ,それこそ B d ーのルール上は、移籍の声かけができるっていうところは、1月1日からスタートしたときに、多分ファンブースターの中でも、ちょっとくすぶってる選手だったりとか、下位チームのあの選手とか、ちょっと B1 で打ててない選手とか見ると、あのチーム行ったら、あの選手、フィットしそうだよねとかっていう話がやっぱり広がると思うんですけど、そういうところに話題に上がるチームっていうのは、そういう今、森山さんが言った通り、芯があるチームというか。 三木がしっかりしているチーム。まあ、それこそ仙台さんなんかは、そういう、もう、泥臭さとかっていうところの、しっかりとしたチーム、カルチャーをビーの中で確立したチームでもあると思いますし、なんかその辺がまた面白いのかなっていうのは、すごく僕も感じますね。し、福島さんで言うと、こう、連敗が2回しかないのかなそうですね。まあ、雪またぎで1回ですけど、雪またぎ本はい、ドイツカードは1回だけです。 はいっていうのは、あのーまあ、ご検討されて多分序盤に一勝ぱ敗が続いたって言ってますけど、その一勝ぱ敗でこらえたっていうところは、そういうところが多分力になってるのかなってすごい感じるので。ゲームワンの勝率を出してもらったら、多分結構高いとい。ああ、確かに、はいゲーム。だからやっぱ、ゲームワン取るから連敗がない、節の連敗がないじゃないですか。 ゲームワンで負けたのは2回だけですね、10回の中で。そ,うはあ、だそこも一つあると思います。へえ<ー>。で、熊本のドイツカードで初めて連敗したんですけど、2試合目は1点差か1ゴール差ぐらいの点差だったんで。あえっ、ー、と、1点差ですね。86対87。そこもやっぱ拾わないといけなかった、拾わないとっていうか、勝ちきれない、勝ちきらないといけなかったら。 これがさっき言ってた3から5の中の一,の一つでもあるってことですね。はい、入ってきますね。はいまあと、この、その後続く3試合後の FE も75.79だったりとか、そうですね、そこもそうです。まあ、その、はい、崩れしたというよりは、本当に、どこかできっかけはあったっていうゲームが。うそうですね。ここを2つ勝ってると、 もうすぐそこ FE みたいな感じだったっていう展開に持ち込めた、ねうんうん、可,能可能性ありますよね。はあうん、なるほどですね。まあ、とあとはやっぱ途中、11月の仙台戦に 2, 勝 2>,、はい、2連勝したドイツカードで、仙台も初めて多分2連敗したと思うんですけど、そのゲームぐらいからはやっぱ全然違うんじゃないですか。いや、そうですね、この辺から。 まあそこら辺もカーディングが結構タフなんで。しんどいところが、熊本、西宮、北とかう、はい、FE とか、水曜ゲームだったりとか、だかそういう,こう、うん、スケジュールとカーディングのところで取、まあ、ってきたっていうのもすごく前半の中では大きい部分かなと思いますね。やっぱりこう まあその得点、さっき100点ゲームがみたいな話なんですけど、オフェンシブレーティングがこうの続くのがこういいところかなっていうのが、いい数字が思ったりするんですけど、はいまあ、あとはもうと、司令の皆さんが気づいてるかどうか分かんないけど、さっきちょっと出たブレイクのポイントなんか今、14点ぐらいあるんで、そこもそうですよね。 その辺が今,今シーズン、福島、まあこのあとね、30試合、ちょっとコロナで、まあ、先ほども言いましたけど、あ、えー、明た、あさっの香川戦が、はい、と水曜、決まってる、水曜の奈良も中止で。ああ、そうですね、奈良も中止なんで、はい、ちょっとしばらく福島さんのゲームがないですけども、でもここでまたビシッと。香川戦。 ん見たかったっすね。<laughs> いや、<直>やりたかったっすね。はい。河川 <laughs>、うん、んどんな準備してましたそういえば。ちょっとごめんなさい、時間伸びても大丈夫ですかね。全然いいですね。森山さん、はい、ですか河川、んどんな準備されてましたまあ、逆の山の西地区の周囲ですけど、今。まあ、そうですねあの。初めて当たるんで、もうまずゲームワン取るっていうところが、一つ、まあ、僕らの、あのー、今まで前半で積んできたところなんで、ゲームの、 入りりだったりゲーム1をまず取ろうっていうところからですけどう、まあ、どうしてもねやっぱりこうス,スタッツ見るとスリーポイントのところはやっぱ気になるで今リーグで一番入ってるのでなのでそこがやっぱ11本12本こう勝ってる試合は入ってるんですよだからそれをやっぱり、うん、2桁決められたくないなっていうのは一つ目,目安としては持ってましたね うん、でクォーターで3本ぐらい絡んでくるとちょっと厄介なんでやっぱり2本ぐらいまでの許容で、まあ、それを鳴らしたらまあ8本とか9本ぐらいでこう展開していけば向こうの良さっていうのはそんなに出ないんじゃないかなとは思っていましたなるほどですねはい今の香川の 僕、香川戦で一番見たかったのは、それこそ村上選手なんですよね、うん。ちょっとその、小玉選手がやっぱりかなりサイズ小さくて、アグレッシブルに来る、いいガードなので、そこに水野選手を、まあ、アドバンテージも取れるとは思うんですけど、やっぱりその同じ系統の村上選手をぶつけたときに、どれだけそこをシャットアウトできるかっていうのは、水野選手のプレーとかっていうところにも影響するのかなと思ったところで、かなりそこはちょっと注目してた。 ポイントだっなのでっのまあ向こうがどうしてくるかですよね、例えば最初、カンタと、例えば児玉選手がマーチアップするのか、そこがちょっとサイズでやられたくないから、他の選手、わざとつけるのか、でも他の選手つけたところで、残りの選手でまたミスマッチなんで、仙台うん、うん、戦なんかは渡辺翔太君がやっぱサイズがちょっとちっちゃくて。 で水野選手にゴリゴリやられて開幕から。うん、で、それで仙台はリズムが作れなかったっていうのはありますよね。だそうそ、ね、そういう二の前になるのか、そこをどうケアしてくるのか、うん、まあそういうところもまあちょっと楽しみにはしてたんですけど。ウッドビリーとまあアンガスブランドって今、コメントで出てきたんですけど、僕、そこは正直そんなに心配してないというか。 そのアスレチック的な部分でいうと、やっぱりそのマーフィー兄弟は抜けてるなって、僕は個人的に思ってるので,で、決して、ののウォッシュバーンも、言い方あれですけどサボることはないので、そこは戦えるのかなっていう気はしてたんですけど、アンガース・ブラント選手とウォッシュバーンは、昨シーズンもやってるんで、B1 で対戦してるから、まあ、うん。 そこはもう大丈夫で,で、まあ、やっぱウッドベリーの得点は気になりますけど、うん、やっぱりどこがやっても、まあ、今、アベレージでそんだけ持ってるので、どこがやってもはご、うんね、あ、なんで、まあ、そこっていうよりは、やっぱそこが散らされて、アシストが5ぐらいあるんですよね、やっぱ。だから、そこから散らされて、日本人選手たちのスリーポイントが絡む方が僕は嫌。 なので、うんうん、ウッドが例えばアベレージ以上に30点ぐらい取ったとしても、今普段の香川より日本人選手たちの,あの本数だったり、得点が下がれば、相対的に絶対に伸びないんで、そうですよね、ウッドだけにしてしまえばみたいなところは。っていうだそ、そういうシチュエーションになりかねないチームでもあるとは僕は思ってるから。うん うん、だからそこはしっかりチームで守れれば、なんか自分たちに流れが来るんじゃないかなとは思ってたんですけど。確かにそうですね。あとなんか,なんかちょっとやり,たやりたかったな。香川でちょっとあと本当に注目してた選手とかいますあ、まあ、やっぱりみんなシュートがあるんで、うんうん、やっぱり途中、あのまあ、谷口選手もそうだし。 まあ、谷口、小玉、うん、あと、伊集、で、飯田、阿部。うん、もうこれだけでももう全員打てるじゃないですか。で、あと、つくばもそうだし。うん、はい。だもう、みんなね、シュートがやっぱある。で、そこがね、明確に、もう30本ぐらいやっぱアテンプトがチームであるで。はいはい。で、 なのでそこがちょっとね、やっぱり気にはなりるから、そこをどれだけシャットダウンできるかっていうのは、チームとしてはあの取り組もうとしてたとこではありますちょっとこの話の補足的にもありますけどなりますけど、まあ、チームでスリーポイント、まあ、30本ぐらい、今、あ山ヘッドコーチ言ったとり打ってて、11本ぐらい入ってて、パー37%ぐらい。 3ポイントが入ってるチームなんです、ね、だからそこの、じゃあ、起点が誰か、誰がどこで打つかみたいなところが、多分勝負どころを分けるってみたいな本当にウッドにだけ取らせるのか、それともウッドを止めるのかみたいな、まずファ,ファーストチョイスがそこなのかなっていうところにはなると思いますリバウンドのところとかっていうのはどう、あそう、これも聞きたかったんですよ。リバウンド結構考えてるのかなと僕、思ってるんですけど。リバウンドはもっと取りたいし、もっと取りたい。 入り方とかオフェンスリバウンドも結構、こう,こう入ってこいみたいな感じでやってみて、うんーってなってるのかなって時もあ,かあったのかなって気はしたんですけど、あんまりオフェンスリバウンドのカバレージは話はしてなくて、ああそうなんですね、うん、それよりもやっぱりこうどちらかというとディフェンスリバウンドの本数を安定的に高めていきたい、もう2、3本は取れるんじゃないかって思って。 てるのでそれが、ディフェンスリバウンドだけで30本ぐらい、平均で出てくればあの、もう少しディフェンスのレーティングだったり、失点が減るんで。はいオフ。オフェンスリバウンドっていうよりは、ディフェンスのリバウンドをもう少しチームで、貪欲に取りたい取りに行きたいなとは思ってますどちらのそっちの方がディフェンスが29.0ヘ、うん、これング。 1本台ぐらいに載せたい30本、31本ぐらいは欲しい、うん、なるほどですね。いや、香川をこう見てたときに、香川も似たような数字なんですよ。10内ぐらいのオフェンスリバウンドで、えー、ディフェンスリバウンドが30ぴったり。はい、で、まあ、1ずつぐらい多いのかな。はい だから、まあ、香川、外がありますけど逆にペイントのポイントは多分30点ぐらいしかなくて、はいうん、僕らはペイントの得点が39.40弱ぐらいあるんでそこもね、まあ、ど,どんな感じにゲームが進んでいくのかっていうのはね,ね、はい、思ってる。 先にどっちがそこのどこでアドバンテージを取るのかみたいなところがたこのゲームめちゃめちゃ面白いところだったかなと思うんですけど、うん、こうやって話してると見たいですね,、まあ、ねやりたかったですね <laughs>、まあ、あとは香川がやっぱりこうキャンセルゲームになってこう西宮とまだ1回もやってないとか同じ地区の中でなので、まあ、そこで、ね、やっぱりこう なんだろうこうし、勝敗が変わってる可能性もあるから、うん、だから今、僕ら、えっと、全体で3位なんですけど、そこがなんか西宮戦がやってくれてて、西宮が頑張ってくれてたら、僕らはもしかしたら全体の2位だったかもしれないなって考えたら、<ー>なんか、うん、そういったところも見据えて、やっぱりこうやっときたかったなとは思いますね。やっぱこののコロナの状況で いい意味でもその混沌としてるというか、シーズン前の予想よりも結構混沌としてる。だからそこを取れるゲームも多分あるんですよね。そう,ねそういう意味で。うん、っていうのが、なるほどですね。はい。じゃあちょっと、1時間の予定が、すっかり1時間20分話してしまったので、大丈夫で全然大そろそろ、はい。 まあせめて1月、明日明あさってのゲームですね、はい、なんか、これ3回ぐらい見直してもらって、福島ブースターの方、香川戦のイメージを広げていただければ嬉しいなと思いますけど、じゃあ最後にちょっと、どこの日程でね、こう入ってくるか分かんないんで、ああ、そうですね。はい、大体ゲームがね、だから消滅しないでほしいですけど。な かのチームがなんか水曜日に2試合入れてるチームありましたよね。そうだからもうそこぐらいしかないですよ。うん、そうなってきちゃうんで。だそうなるとまた考え方が変わってきたりとか。いやいや、だいぶ変わりますよ。だって毎週香川に行かないといけないでしょ。飛んで一周だからよ 第3週と第4週水曜はかかわかかわになってるんで。そう,そう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 。だからそれね、むちゃくちゃしんどいですよね。結構しんどいですよね、そうなると。しんどい。だまあまあ、しょうがないですね。まあそうですね。そこはまあコントロールできないところでもあるというか、はい。まあコロナに関しても、まああまり言わない方がいいのかもしれないですけど、まあね、こうかかってしまうのも仕方ない部分もあると思いますし、それはもう僕らも理解した上で、 まあ、バスケットボール楽しい本当に、うん、どこまで、ね、こう予防しても、ね、かかる可能性がもうゼロにはならないものなのでただやっぱり理解してほしいのはこう僕らもこの状況で、ね、試合をさせてもらってたり謁見し,、うん、してこう移動さし,しないといけないのは重々分かってるからやっぱりこうクラブでもチームでも。 むちゃくちゃやっぱりケアはしてるんですよ。これはどのチームも絶対そうなんですよ。うん、だからもうかかるものはもう、ね、防ぎようがないというか、もう誰も攻めれないんで、なので逆にその状況の中で試合があるっていう試合を1人でも多くの人に楽しんでほしいですね、うん。なので僕らは本当試合があればもう全力で、あ。のー 福島のために勝ちに行くっていうだけの話なんで、シンプルで。なので、自分たちっていうよりは、やっぱりこう、この状況の中で試合があるんであれば、まあ、ブースターだったり、スポンサーさんだったり、いろんなもう、支えてくれてる人たちのために、もう、一つでも勝つ、一つでもいいプレーをする、最後まで諦めないっていう姿勢を、やっぱ見せ続ける責任があると思うんで、試合する上で。 なのでそういう試合を一試合試合したいとは思いますかりました、本当にその通りですね、まあ、ファンブースターも、あの最近ね、えー、まあこういうところで言うのもあれなのかもしれないですけど、ちょっとこう、誹謗中傷みたいなところがあの出てきて、えー、クラブからの声明も出てきてとかしてるんですけども、本当にツイッター140字で人傷つけることは、平気でできますけど、そういうふうではなくて、会場でもね、やっぱりまあ僕らもストレスはたまりますけど、勝敗もつくもんなので。 でもそういうところをこうスポーツが続けられるところに関して、続けていく責任はファンブースターの僕らにもあると思いますし、何してもいいというわけではないので、なんかこう、地域、クラブのためにプラスになるようなまあ行動、それがもしかしたら、バスケットライブで自宅で見ますっていう行動の方もいるでしょうし、それは本当にそれぞれの形だと思うので、ぜひみんなで、応援してるチーム。 応援していければ、で、最後までリーグは完走して、ファイナル、プレイオフまでいければ、ね、いいなと思いますので、まあ、みんなで乗り越えていきましょうということで、はい、今日は森山ひと子ちゃん、本当にありがとうございました、長い時間。いえいえ、ありがとうございました。この後、えー、阻止を限定で、ちょっと軽くお話をまたお伺いしていこうかなと思うんですけども、はい、ぜひぜひ、はい、阻止を限定にしたら、何時まで行くのか、ちょっと、はい。<laughs> なんかお酒とかカレーに、先に行ってからもう最終日としたらいいのかなみたいな感じ。よろしくお願いいたします。あ、それこそ今回も、あ,あの、おそらくバタバタ福島さんバタバタの中で。今回、あの、候補の方も、アテンドしていただいて、やっていただいたので、本当にそこは福島さんに感謝。お伝えしたいと思いますので、またぜひ、いろんな企画。出ていただければと思います。ので選手も含めてね。はい。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい。 それでは福島ファイヤーボンズの森山ヘッドコーチでした。ありがとうございました。ありがとうございました。それではまた次の配信でお会いしましょう。ありがとうございました。さよなら。バいましイ。